ちゃった。顔の色もおかしなままだ。クモリン起きてよ。バナナ。もうしょうがないな。クモリンはほっといてお菓子作り再開だ。うん、そうだね。どうしたら美味しく食べてもらえるんだ。野菜や魚が大きすぎると食べられないみたいだね。あ、そうだ。こうやって小さく切っちゃえばいいんだよ。おお、その手があったか。サンサン、すごい。そうかな。素晴らしいアイデアだ。ありがとう。それじゃあ、どんどん切っていくぞ。おお。まずは人参。次はブロッコリーだ。玉ねぎも忘れずに。お魚さんもね。全部切れたけど、どうしようか。野菜パンケーキはどうだ。いやいや、野菜ドーナツがいいと思う。お魚のケーキ、それは絶対ダメ。うわー、クモリン食べるかな。おお、食べそうだぞ。やだ。ああ、ダメだ。ほら、クモリン、ドーナツだぞ。おお、やっぱりダメか。トントントトトントントトトン。ベル、何してるの？お料理って楽しいな。何かいい方法を思いついたの？違うよ。違うんかーい。ザック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 、ザザックザック。はあ、ジャンまで。お、そうだ。この小さく切った野菜と魚をポリンキーに混ぜたらどうだ。ポリンキーに混ぜちゃうの？やってみよう。これくらいのお野菜とポリンキー、ポリンキー、ちょいと混ぜて、おいしくなれと魔法をかけて。わあ！何が起きたの？これは新しいポリンキーが完成したぞ。わーい！お魚ポリンキーとお野菜ポリンキー？っていうか、スリーポリンキーズもなんか変わった。本当だ。気に入ったぞ。嬉しい限りだ。お魚とお野菜が入ってるから体に優しいおやつだぞ。すっごい。サンサン、食べてごらん。うん。で、じゃなくなってる。1、2、3、4、5、6、六角形のポリンキーだ。六角形の秘密はね。なになに？教えてあげないよ。じゃん。なんで？とにかく食べるんだ。そうだね。おいしい。お魚ポリンキーは塩味なんだ。イワシとカツオが入っててカルシウムたっぷりだよ。お野菜ポリンキーはって、あれ、お野菜ポリンキーがなくなってるぞ。どこ行ったの？コンソメ味おいしい。あー、クモリン起きたの？いい匂いがしたからさ。クモリン、それには野菜が入ってるんだぞ。食べられるの？うん、すごく美味しいよ。嬉しい。こっちも食べてみてよ。お魚ポリンキー？そうだよ。パクッ、美味しい。そうだろう。その調子でお野菜とお魚にもチャレンジしてみるかい？今なら食
まだ顔色も良くないし、頑張って食べてみよう。うん、うん。はい、どうぞ。ドキドキ。クモリン、頑張れ。パクン。どうだ。食べられた。それからクモリンは好き嫌いをしないで、美味しくご飯を食べられるようになりました。クモリン、野菜と魚を食べられるようになったね。うん、ポリンキーたちのおかげだよ。顔の色も元に戻ったしね。野菜も魚もバランスよく食べるのが大切だぞ。クモリン、よく頑張ったね。スリーポリンキーズ、ありがとう。どういたしまして。そうだ、おやつの時間だから、みんなでポリンキーを食べよう。やったー。ここにあるお魚ポリンキーとお野菜ポリンキーは僕が全部食べちゃうもんね。クモリン、僕たちにも食べさせてくれ。やだやだ。クモリン、ひどいじゃないか。クモリン、みんなで食べよう。やだもん。あ、怒ったぞ。大変だ、ポリンキーたちを怒らせちゃった。クモリン、なにさんさんだ。わー、お化けだ。クモリン、面白い。あれ、よく見たら手だ。手にお絵かきしてみたんだ。もう驚かせないでよ。でも面白い。二人とも何してるの？僕も手に絵を描いてたんだ。あ、面白いわね。そうだ、私も描いてもいいかしら。こうやって指に絵を描いて、兄弟も描いてあげましょう。何それ何それ。ティッシュをかけてお昼寝。仲良し三兄弟の出来上がり。指でできた人形だ。そうだ、二人ともこれを使ってファッション対決をしましょう。中指に絵を描いて。クモリンがいい。じゃあクモリンにしましょう。お家にあるものを使ってクモリンにお洋服を作るの。一番素敵だった人が勝ちよ。楽しそう。どうやって作ろうかな。みんなも一緒に考えてみてね。まずは私から。私は折り紙を使うわ。折り紙をこんな風に切って好きな模様を描きましょう。お花なんていいかもしれないわね。こうしたら折り紙をこうやって巻いてテープで留めれば着物の完成。すごい。でももう一工夫何かないかしら。そうだ、別の色の折り紙でストールを作りましょう。こうやって巻いたら完成。着物きれい。ストールを巻くと大人っぽくなるわね。服もすごい。よし、僕も頑張るぞ。僕はこれで服を作るよ。紙コップ？紙コップを半分に切って好きな模様を描いていくよ。僕は水玉にしようっと。こんな風に切れ込みを入れていくよ。ワンピースを作るんだ。切れ込みを折ってスカートみたいにしたら、そこに穴を開けてできた服を着れば完成。わあ、かわいいワンピースね。足が出てる。そうだ、こうやって爪に色を塗ったらもっとかわいくなるよね。これで本当に完成。すごいすごい。クモリンも早く作りたい。クモリンはキラキラのドレスが作りたい。折り紙を使えばいいのかな。落ち着いて、家にあるものをよく探してみましょう。家にあるもの、家にあるもの。あ、アルミホイル。ほら、これを使おうっと。アルミホイルを広げてカラフルにしちゃおうっと。待って、クモリン、アルミホイルに穴を開けるときは後ろ側にテープを貼るといいわよ。わかった。穴を開けたら、そ
到着。キラキラのスカートだ。上にもアルミホイルを巻いてリボンで飾ったら、クモリンのキラキラドレス。カラフルで綺麗。リボンがとっても可愛いわね。お洋服作るのとっても楽しかったね。いろんな服作れて楽しかった。みんなはどのお洋服が好きだったかな。 LINE で教えてね。カラフルの服作りたい。そうだ。こんなにいい天気だし、虫さん取りに行こう。わーい、虫さん。公園に行ってみよう。虫さんどこかな。ここが怪しいですな。かくれんぼしてるみたいだね。どれどれ。あー、ダンゴムシさん見っけ。ほんとだ。あー、丸くなった。ダンゴムシさんは体を守るときにキュッと丸くなるんだ。うん、僕は怖くないよ。ダンゴムシさんと一緒に遊びたいな。こんな時間に流れ星？すごい。あれ？僕たち光ってる？どうなってるの？わあ！あれ？ここは。見て！こんなに大きな葉っぱがあるよ。本当だ。どうなってる？クイズタイム。
から飲むかな。 LINE で教えてね。みんなもいろんな虫さんをよく見てみよう。そうだ。うわー、カロリン、ガッガッガー、このお菓子は俺様が独り占めだぜ。てくれてありがとう。